第97回、アメ着物広場テレビジョン開始したいいと思いますえ今日はですね「タンスの着物どう生かすの?え」のリアル相談会といいましてですね実は私も突然ディレクターから企画を振られましてえ今日は皆さんにですねタンスの中に眠っている着物を、まあ、実際に着物屋さんに持ち込んで相談をたくさんうちは受けるんですよ。でそれをね、えー、即興でリアルに お伝えしていってディレクターさんが実際ディレクターさんの実家ですね、はい、実家から着物を持ってきてくださったんですけどもその着物たちを今目の前に初めて見たんですがじゃその着物をどうやって例えばですねディレクターが何を言われるか分かりませんけどもリフォームだとかねお直しだとか、はいはい、おそらく何にしたらいいかとか。 それとももしかするとこれは何なのかとかそういうことをお答えしていってもしかしたら皆さんのねヒントとかになるといいかなと思ってですねぜひとも今日はですねぶっちゃけトークでやっていきたいと思いますのでタンスの着物の生かし方というのでご参考になればいいかなと思って始めていきたいと思います。まずははですねディレクターさんじめにこの企画をなぜ こう持ってきたんでしょうかねそうですね、まあ、あのー、この番組の小さそう関わりましてですね、はいまあ、少なからずともちょっと着物の興味をね私も持つようになりましてそれで、まあ、その話をちょっとうちのねおかんにしてみたんですね。おかんにですね、はいえー。そしたら「あんた実はあなたの浴衣があるんだよ」と。 おお言うんですねこれ知らなかったんですけども作ってもらったことすらと、ね、お覚えて、まあ、確かにその時は言ってくれたかもしれないんですが作った当初はおそらくすごい昔の昔ですね多分僕が二十歳とかはい、はい、それぐらいのことなんで1516年前とかそんなレベルだと思うんですけどもその,その時は興味がないのでたとえ作ってくれたと思ってもああそうかそうかです記憶なかったんですね。はい、れ今言われたあ,あるんだと 実は,いはい、はい、それをちょっといただきましてちょっと見たところ、はいはい、ちょっとあの昔のね感じのあのデザインだったのでちょっとそのまま着るのはちょっとはずなんかデザインがねどうも気に食わないとじゃそれをどうって他に何か使えないかなと思ったのがっきっかけでそうしたら今度なんか着てないような着物ないのと。はいはい 着物に興味があるからね。今も。ええー、で、お家のね、おかんに振ったんですよ。はい。したら、あるよ。と、まなんか、こう、後ろの方に、なんか、いろいろとありますけどもね。こんなにある<の>と、は思いもよらずね、わんさが出てくるんですね。タンスの中には、たくさん着物があったと。ええー。で、今まで、気づいてなかった、ね。これ、ちょっとわからないよと、こんなのは。はい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 。何に使ったらいいかと、どんなね、こう、記事なのかとか。はいはいはい。これは価値があるのかとか。はいはいはい。はいはいはい っていうのもねちょっとさっぱりわからないのでっていうことで今回ちょっと持ち込み企画とさせていただきましてこれねちょっとどうせ相談するからねまあそうですねまあまあどうせだったらこの番組でやってしまおうかという話で今あるここの着物は全部うちの松本家の後ろに飾ってあるやつは全部松本ディレクターのうちにあった着物を今日は持ってきょしと あのどうにかならんかというふうにね相談をしてみたんでとちなみにですねやはり、えーはい、一応ねお母さんから、はいえー、預かってきた着物だと思うんですけどもやはり母親も実は逆に言うとほとんど開けてななかかったんじゃないでですすそうね全く着てるとこなんて見たこともないですし、はい、それからこれから着るかどうかはわからないですけどもとりあえず僕が今まで生活しきった中では 全く見たことがないですなのでずっと多分タンスの中にいたっていうのは間違いがないですね。あということはもう、えー、多分お母さん自体も、はい、多分ほとんど着てないものが多いと。そうでだからこそ今は。とするともう,、まあ、もう袖も通したことがないんじゃないかっていうものがあると思います今ちらっとこう僕も開けましたけども、はい 来てないですね。あ、そうですか。やっぱり。おそらく、一回来たらいいとこだなと思うぐらいの程度です。ああ、なるほど。それを受けて今、クーラビさんがね、えー、行ってくださればもらえますそうですか。じゃあ今からオークションに、<laughs> <laughs> 切り替えまして。ディレクターの着物買いません 違う違う企画が変わっちゃいますから、ね、そうですね失礼しますさあそれでですねまあここに置いてあるのはちょっと今別として、はい、これはまだ後からやりますので、はい、もう早速、はい、今日は長くなりそうなので、はいはい、よろしくお願い,いしますたくさん持ってきてくださいましたはい。で実際に皆さんにも聞いてほしいのは、はい、これディレクターにも言ったんですけども、えー、本当に最近こういうご相談たくさん受けますあ,あ、そうなんですねちょうど我々のね段階の世代の 親たちじゃないですか。はいはいはい。ええー、親身にたくさん着物をもさされた方が多いんです。はい。ただそれは本人ももしかしたら、えー、気づかずにタンスに満んぱに、はい、とにかくお母様がはい、はい、お母様のお母様あなたからすると、はい、おばあちゃん、はい、おばあちゃんが、えー、娘のために作って えー、たくさんタンスに入ったままになった着物を、はい、例えばおばあちゃんが亡くなったきっかけだとか、えー、お母さんが、えー、例えば今みたいにちょっと見てほしいと、はい、いうタイミングが結構今、えー、来てるんですねはい、はい、ですからこの企画私もすぐ乗りましたよねやってみようかなと、えーはい、でじゃあその着物たちがもうまさしく、はい、もう歴史の着物が来てます歴史のある着物ですねええー このご相談は非常にいいかもしれません。あとアンティーク着物を買われている皆さんも見慣れた着物が出てくると思いますそうですねはいその中でまずはやっぱり季節物だしあなたが一番初めに私にこれが私見てほしいですね最初の私が持ち込もうと思ったきっかけの私兄弟が3人いましてはいまずはその3人兄弟全員分の浴衣を はい、作ったよと、はい、でもうその浴衣も、ね、うちの兄弟は着ないのであなた全部使っちゃいなというふうに3人のサンタウンを全部いただきました、はい、で多分ここで仕立てたものだと思います、はい、おそらく<で>、ね、はい、はい それでですねうちの3人兄弟というのはですね身長が全員違っておりましてそうですよね皆さんかなり違いますかそうですね大体5ンチ前後ずつ全員5ンチ前後ずつ違います違うんですねで一番上の兄貴が177かな8かな1778ありますね78ですねそれから真ん中の兄貴ですね真ん中の兄貴私の1個上の兄貴なんですけどそれが160あるかないかかなそうですね160ちょっとぐらい160ちょっとですかね そして私が173ということですごいこういい感じに分かれて五てセ5チ八8センチ違いの真ん中が私ということになりますその着物が今ここに浴衣ですね <はい S 2> ちょうど直物ですね <はい S 2> 浴衣が着てて君としてはこれをどうにかにはいどうにかね全部をどうにか使いたいなっていうふうなねちょっと思惑がありますじゃあ今日はお客さんとまあバーチャルな着物屋の主人としてはい えこういう時受ける時にえやり取りをする話をしていきましょうか、はい。お願いいたします。え皆さんすみませんね,ね<ー>、二人で喋りますけども。じゃあですね、まずこの三着を見させてもらいます。はい。もうこうね、ちょうど角度的に少し見えるかな。こうここ三着ありますね、うん。そうですね。はい。まあ一着目がこのもうこれ見た瞬間僕はですね。はい。 覚えがありますこの着物はね。覚えはある。はい。これは私が修業時代に売ったことがあるような着物です。浴衣です。それは何年ぐらい前なんですかね。これは多分二十年近く前。ああそうなんだ。やっぱそれその時に買ってくれたっていうのは覚えて。今言った二十歳ぐらいの時にやっぱり買後てくれたやつなんでしょうね。記憶は一応確かでしたね。<はい S 2> 私これね修業時代にこれを D.C. ブランドといって。はい。 ブランド浴衣がね出始めた頃ですね。ブランド浴衣というと、え例えばまあこれはもうね実はもう分かってるんですけど、コシの純子だと思いますこれはね。コシの純子、コシの純子さんのブランド浴衣、もうさすが、えじゃそのディレクターのうちって感じですか。そのブランドまあコシ純子だったりまあ今でいうなんていうんですか松田聖子とかいのやつですか。そうですそうです。それが出始めた頃の浴衣のまあ始まり始まりの頃じゃないかと。 でこれはまあ多分見た感じ私が見るにえ袖幅が非常に広いのでまああの一番上のお兄さんの着物じゃないかなと推測しますまあ実際広げてみればわかりますかでこちらこちらが青いまあこれ本当にね時代を映してますこういう浴衣がほとんどこういう方だったんです男物がそうだったってこと男物の浴衣はねほぼ8割方こんなようなでいやでもね今私のね、あのー 1> ここ一二年でね、浴衣だったりは、はい、ここで見させてもらってるんですけどもなんかダサいと <laughs> なんかちょっとあか抜 <laughs> ちょっとね、これをね、着流しで着るのはちょっとなんか嫌だなって思っちゃうんですねはい、はい、どうもね、ディレクターはね、皆さんご存知のようにうちに毎日のように出入りしてますので<ー>もう今の浴衣を見ちゃって見てるとね、ちょっとあまりにちょっと今とちょっとなんか雰囲気が違うぞと思って、はいね、しまうんですけどもう一枚いきますはい。 これが、えーね、もう一枚こちらは一応ぼかしは入ってるんですけども、はい、やはりさっきのこちらと同じような雰囲気ですよね。えーはい、だからそう思うともうこれがかなり、えー、斬新な感じっ、ね、これは別に普通にああ今着てもいいなって感じあなたの中では、はい、僕はまずねこういうのをねあの受ける時に聞くのは、はい、やはりこれを、はい、着たいのか着たくないのかが一番なんですまず。はいねはい やっぱり何かをするにしてもこの中で一番自分が好きなもの <coughs> 今着たいものを大事にして直すならお金をかける要はお金がかかることになりますのでそこは大事にしてまいりたいと思います、はい。ですから着物屋さんに俺着物屋なんだけど、えーえー、着物屋さんに踊らされようが何しようがい、はいはい、それはもうガンと。癌としてはい、はい。 あの僕んちはこうやって聞くんですけどがん<れ> <laughs> として例えばこの3つだったらまず何が着たいのか、はいまあそりゃもちろんあれでしょうねあれがこれならばこのままどうぞ着てくださいもし着れるというなら、はい、このまま着たいなって思うぐらいのものですね、はい、で私から見てもこれは実際今でもこういうデザインの言い方あります あそうなんですねもうやっぱり越野純子さんだなって逆にすぐ僕らはプロはね、はい、分かりますあそうですかはいで、ね、今多分ねこのね背中見れば、はい、もうはい間違いないああ入ってますねこれね JK と上から見えるかな入ってますね <laughs> これ実はここにね昔はですねブランド浴衣でこの背,背縫いのところ、はい、背縫いのところにですねちょっと今から上からガメラで写しますね はい、いいですね。わかりますね、これでね。ここ、これ、見えますか JK と、はい、ブランドロゴマークがこれ三角で切ってあるんですけど、はいはい、ここに JK と書いてある。これ、要は腰の純光。<ー>当たりましたでしょ。当たりね、はい、戻してもらっていいですよ、カメラを。そうですね。でこれ、JK の浴衣です。はい、でこれがやっぱりね、僕もね、せっかく今から直したりして切るなら、はい、これは生かした方がいいかなと思います。はい で、あとですね、はい、この他の2着を見るとですね私は今あなたの身長を聞いてですね、えーえー、すぐにこの幅というのを見て、はい、これここの幅ですね、はい、ここの幅、はい、え他の2着は非常になんかね狭く感じますああそうなんですかちょっとあそこに、えー、物差しがあるのではい、えー、こっちはもうぞこうやってやっぱりねまずはえー 言ってもその着物が本当に、えー、あなたのサイズできるかどうかがまず物理的な問題があります。はいはい、直したいと言っても。もえー、そうですねで。そこを見るとその20年ぐらい前の着方だと変わり目でちょうど。はい。コシノちゃんさんのやつは僕が見た瞬間広広そうだなって言いましたよね。はいはい。広幅のね。あの袖幅が広、えー。袖幅がはい。うん、でこちらで測るとですね。はい。測るんですねこう,う,う。はい。測る。とやはりこれなんかはもう非常にね。 幅が狭い、はい、袖幅が狭いのであのー、多分一番、えー、これは下,の,下の,あの身長の低い、えー、真ん中のお兄さんの浴衣だなと推測できます。はい、でこれをあなたが着るとですね、はい、もう手がこんなになっちゃうかな七分丈みたいな。はい、あなるほど、はい、はこれを直すには相当たくさんのところを直さないきゃいけないような気がします。はい ですからこの浴衣はちょっと直すのに苦労しちゃう。であともう一つ何よりもやはりこの柄ですよね。そうですねこれを今の本当に好きでね自分がねもうこれが好きなんだと誰が何というと好きなんだっていうんだったら僕はお金かけて直しましょうかっていうんですけどちょっとやっぱり時代を感じると言いましたねそうですね初めに。 ですよ。はい、えー、半疑にして、はい、下の馬鹿まで。来たら、はい、まだ切れるんじゃないかなっていうふうに思うんです。はい、そうした時には、はい、直しに結構。困ったりとかいうか、その、うん、難しかったりするんですかね。あの今のね。物理的な問題で、はい、私この着物を見るとですね。はい、ここの横なんですね。横 裏を見ると縫い代がどんだけあるかっていうのを見るんですね。あなたの場合これより大きいですから。これを、えー、半議にしようかというとやっぱりその雪っていうのが問題になってくるんですかね。まず,まず手はどうしても出さなきゃいくら半議にしても出さなきゃいけないと思うので、はい行、はいはいえー、きますよ。はい、うん大体ここよそれやっぱ奇になってます。奇数<須>。多分昔のた建物にしてはまあまあ出てる方なんですけども。もう、はい、やはりあなた は、私はあなたのサイズを知ってますからねでも2尺なんですよね雪が全部で長さが。ということは1尺ないとせめてここが1尺ないとダメってことは今9寸ってことは4ンチ出さなきゃいけない4ンチお互いにね肩幅からも袖幅からもこれね分かりますよねこ急寸しかないんですからね短いですね急寸急寸で1尺八寸しかないんで全体ではい そうそう2寸足らない 2>, 2寸足らない2寸って言うとセンチで言うと分かりやすく言うと8センチ,センチ足らないちょっとそれはすごいですねちょっと8センチだとちょっと嫌ですね、えー、こうなんか、えー、洋服で言うと S サイズを L にしてくれいうぐらいの勢いですねそうそうそうでそれは物理的にちょっとちょっと難しいかと8センチも出すかとこれ難しいですと、はい、いうことはこれはもうちょっとこれは切れないよと切れないよと あと何よりも私から見てもやっぱりちょっと時代を感じるのでお金をかけてそんな何千円もかけて直すとちゃんと自分のいいものを買ったが、あが手っ取り早いかなとこれが浴衣であるし例えば何十万のこれが価値があるものだったら私も何か考えるけどもちょっと今うららさんが言ってるんですけど半幅帯とか特に僕で言うと工帯ですかそういうのもできるできるできることはできるんですはい ただやはり、はい、それに対する価値観とすると、はい、あの私から言わせると、はい、この普通の麺の、はい、えこれはもう綿ローンって言ってこう本当普通のねはい、はい、えもう今浴衣の生地ってあなたも知ってると思うんですけど変、はい、わり織りとかすごい涼しげに折ってあるとかこれを本当平のベタで折ってあるのでもう凹凸感もないですよね。 そのこまでする価値がないんじゃないかとなないいんじゃか全部ほどいてその幅で切って仕立て直すというと麺の囲みは今5,000円ぐらいで売ってますそれを加工するといくらになるじゃあちなみにこれ今気づいたんですがあなたのこの3枚の浴衣パッと気づきましたこれだけは品あそうなんですかもしかするとは うちで買ってもらったとは思うんですけども、すぐ目の前で、え、この二人の分は作っておこうとちゃんと作ったんですけど、もしかすると真ん中のお兄ちゃんがその時にすぐに欲しい、今日着たい、ああ、お友達にが着るから着たいってなって、ぶら下げ物を買ったと思われます。たまたまこれは。あ、そうなんですか。え、それわかりますか。もうね手縫いじゃないしミシンでもう叩いちゃってやるし。はい。 袖とか脇とかでも確かにこれはね使った形跡があったんです。これはおそらく僕の推測から言わせると、既製品です。これあずまの仕立てではありません。はいはえ、でもうちで買ってもらったかもしれません。だからブラ下げをぶら下げやってたんですね。やってましたやってました。で、ただこれね、それだからこそ余計言いたいのはミシンで縫った着物をほどくのは非常に長いね。 長長いいよ、よもうある意味やっていきましたね今これはねある意味持ってくれられる方に対しての心の持ってくんなと言いましたねミシンの浴衣を直すことがあるんですが私どうもは例えば規制の浴衣を直しましょ非常に手間がかかってしまうので心が今心が入ってましたね今ほどくだけで正直3時間以上かかります 本当にあそこからまたううだやっぱりパートさんがほどくにしと3時間かかったら時給が発生いたしますのでこれをほどくだけで何千円といただかないといけないほどき量だけでだってそうじゃないですねで,ですね逆に言うとこれをもしそういうふうにしてもらいたかったら、はい、僕はあなたにお客様にほどいてきていただければ、はいえー、そのほどきちんは発生しませんということなんです じゃあ自分でやってきたらそのお金はいただきませんよということですね浴衣ぐらいだったら気合いがあればほどけますそうなんですね逆にそれをしていただけるとどんだけ大変かが分かるとミシンをほどくんですからこれはだからそういういろんなことを考慮するとまあお直しする必要もないかなと。 というこなんですねですからイコール大変心苦しいんですけどもこちらの着物はもしかしたらこれにぴったり合う人が好きな人がいればげててもらうのが一番いいかと一番いいんじゃないでしょうかなるほどこれは納得いしたこれは納得しないたてじゃあこれはよしとじゃあ今度はねもう一つですねこれはもうちょっと好きだから着たい置いといて。 これですね、もう一枚のほうはいそれですねそれは多分多分オタクのやつだと思います私でしょうねただこれ俺着た覚えがないんですけどねこれねえー、っとねでも僕は着てると思いますそうですね一回は着てるなぜかというと相当ねのりがバリバリに効いててクリーニングにクリーニングに出した形跡があります、うん、そうですねこれクリーニングの袋に入ってましたあやっぱり、はい、もう 俺プロだねやっぱりり、えー、当たり前か、はい、うこれはねでもねあのー、何がまたちょっといけないかなと思うのは、はい、あなたのサイズにしてやっぱりこれもなんかね小さそういやでもあれが付いてますねしつけがね、えー、これはクリーニング屋さんがつけたしつけだと思いますあっそうなんですか、はい、このしつけの感じはやっぱり、えー、プロの仕立て屋さんのつけしつけではありませんあクリーニング出したらしつけまたくるんですかその時はうういう風な 風潮だったたかもしししれまませんねクリニングよきちっとこうちゃんとしつけここだけしかでもしつけないですから普通はこう下も全部やってありますからあそうなんですで今は実際じゃあしつけがなかったら方ダメじゃないかで新品の証じゃないって言われるけど今逆にお客様からしつけをしなくていいですすぐ着るからと取るだけでも大変ですからまあまあそうですねで仕立て代もねこういうのやると高くなっちゃうとかいろいろあってうちは えー、なんかあんまりやりません。はい、しつけは。すぐ切るものですからね。ねはい、まあこれも時代を映してます。はい、で、やっぱりこれ測ってみます。すぐやっぱ測るんですね。こうやって息を。はい、短い。これもまた短いですねで。しかもこれ、この時代は水通ししてない浴衣ですから、はい、もう縮んだんですね。これ4センチぐらい、おそらく。 あなるほど水洗いして、はい、水付けして、はい、やっちゃったらね4センチぐらい縮んでると思いますあなたのサイズからすると、はい、やっぱり1 0ンチぐらい縮んじゃってますね1 0ンチぐらいこれもやはりなかなか、えー、あなたのサイズで作ったにしろもう切れないサイズになっちゃってますそういうことですね、まあ、羽織ってもらうのが一番なんですけどちょっと今日はた羽織れないんで、はい、でもディレクターさんのサイズから1 0ンチぐらいはもう短くなっちゃってますこれははい これを直すにはこの乗り気を取ってまた水通しをし直してでほどいて仕立て直す。ということをしなきゃ切れるとこまで持ってきれないとちょっと持っていないじゃあこれをどうするかって言ったらですねでもこれは着たいと思ったらこのぐらいならいけるぞと半着物にしたらどうかなと先ほど言った例えば野かも持っていらっしゃいますからね の持っっってて、るから、ここで切ちゃスパーンと切っちゃってまあ、どうせ短いんだからここで切っちゃってビャッとミシで縫ってほつけないようにでちょっと雪だけですねここほどいてこの部分だけほどいてここだけほどいて出るだけ出す出せるだけ出すと出せるだけ限界まで出すはいはい で、それでよかったら、あ、十分切れるんじゃないかなと思いますね。あ、なるほど。で、まあ、これは半、半切りというんですか。半切りするとどうかな、えー。<と>はいはいはい。うん。まあ、そのぐらいしかちょっとね。この辺りで。言えません。えー、はい。で、まあ、直し賃としては。はい、まあ、雪、まあ。これ、あの、手縫いに縫ってやりますから、簡単にほどけますので。はい。 えー、切ってミシンで縫うぐらいだったら、はいはい、竹を直して雪直しで、はい、3500円ぐらいあ,あそうなんですかはい,いただければわかりましたやってくださいじゃあこれは雪直しリアルで受けたまえー。す、えー、ありがとうございます <laughs> 皆さんこれリアルで3500円で受けたまりました <laughs> それからその「機体っていうやつこのこれはあの、はい、これを今からちゃんと見ますね これはもうねこの今の2つは私にとってどうしようかぐらいの話だったんですね、うん、はいはいはいもうあのパリパリはどうかなんですかねやっぱりもう水を一回通して池を取らないとこれだめです、うん、そういうことなんですここまでね通したところで取れますかねこのパリパリ感は頑張って取るこうあのワイシャツワイシャツ並みのこう立ちますよねこれ多分れ立つよねこれはね立ってますね <laughs> これ普通にこう立ってますからね 皆さんわかりますこここのの加加減 <laughs> こののり加減がねあこれねびっくりしちゃったよこれねあ,あくっついちゃってるんですねこれ <laughs> これも袖が通らないぐらいくっついちゃって<ー>これね浴衣に乗りけをつけてパリッと切るっていう時あったんで時代的にあっそうなんですかここまで今は乗りけつけませんけど、はい、まだまだ昔のクリーニング屋さんに持っていくとこのぐらいになってくる時ありますな,なるほどこれはでもねすごく支配になりやすいしええ ちょっと横道それますけど、はい、ちょっとこれはないかなと思います。まあまあ時代その時代のね、はい、多分首が痛いですね。<laughs> こ,こう当たるとこう。これはあのー、形状よくシャツぐらいのね。首に触ったらわかるよね, <laughs> ね,ね。硬いですねこれ。紙みたいなもん。硬いです。硬いです。まあこれもね一つの。はいじ。じゃあじゃあねメインですね。はい、はい、あ今誰かが。そうですね旅館の浴衣みたいなね。そうです。 そうですね、はい、はい、ありがとうございますえー、そうお男物はおしゃれがないから短くなると難しいんですね男物はねああもう短いともう即ダメっていう形になっちゃうんです、ねはい、じゃあ今度この一番上の方、はいえー、多分長男の方、はい、一番大きい方に合わせて作ったと思われるこの浴衣、はいえー、をディレクターさんが、はいえー、着たいと僕のイメージからすると「すそ切ったらええんちゃうか」とか思っちゃうんですけどもはい あのじゃあ見ますね、はい、これはやっぱりねもう今までのものとは全然違うくて、えー、やはり DC ブランドが出始めた頃の、はい、小潮淳子さんの浴衣男物の浴衣の短、はい、物幅も非常に広かったははい、はいですからこれ十分雪が出とりそうな気がしますも分ここで見ただけでも十分ですねうんもうちょっと短いですけど、はいえー、一尺九寸五分まで出てますははいってことはもうほど ほぼこれでいけますほぼ私サイズですねはい雪はねはい雪はで丈ですねはいで、丈はね実は俺いけるんじゃないかなと思ってました5ンチぐらい違いだったらはいなぜかって昔ね結構ね短めにね着てた浴衣はあそうなんですかくるぶしが出るぐらいで着てた時ですからははいいかなり短く作ってたと思いますそうなん今と思うとねあおおはいはいはい でもやっぱり大きい方だから4尺5分ぐらいいでできています4尺5分4尺5分というとやはり1 7 7ンチぐらいはいはい1 7 7ンチぐらいの方が着るような着るようにだから少し大きいかなはいやっぱりちょっとあなたが着ると少し裾がでもあなたも意外と身長の割に173ですよね 173の割には顔がちっちゃくって意外と着丈があったんですよはじめうちが僕が適当に作ったやつが短かったありましたね短かったあれ身長なりに僕があの時はディレクターぐでどうでもいいやと思って一番最初のあの忘れもしない三河もめね一回も相談ずて作ったやつあれは短かったでしょはい短かったでも僕からするとあびっくりしちゃったと身長は173って聞いといて経験の173に近い で作っったたんでです短かあなたの場合は男もは身長なりじゃダメなんですねやはりちゃんと測らないとその人の木丈がありまし百1 7 0ンチの人でも1 7 5ンチぐらいの竹で着る人もいるしその身長なりにああそうなんですあなたの場合は4尺ですから最近作ってるのはあそうなんですかそうでもちょっとじゃない センギリギリの4尺で作っているからあなたの最近のいい着物はああはいはいはいですからちょっと触ってしまうかなああなるほどじゃあ、らいっぺん着てみたいとそう着てみてあまりにもちょっとズルズルしてるので、浴衣ですしねもうちょっと短めの方がいいかなとそうするとね浴衣の場合はこれはすそ切れますあそうなんですかはいええす切ってあげれますのではいはい これはね、えー、どうでしょう1500円ぐらいいただければはいはい、はい、1500円で、はいうん、かしこまりました直させていただいて、はい、直しててくださいでこれはねすぐ切れますね即即はいこれはもうなんか、うん、すぐにでもって感じで一回着てみてよかったらいいんじゃないですかねはいはいで、えー、このようにすると皆さんちょっと分かりられたと思うんですけどはい小さいものを大きくするのははい、はい 難しいって分かってもらいました。そうですね。どっちかというと、特に20年ぐらい前のものは。で、このように元々大きいものを小さくしようとするのは簡単意外と。ああ、なるほど。なんですね。これはもう物理的にこの幅とか、ええ、音の竹とかが足さなきゃいけないのが難しいんです。ああ、なるほど。はい、それは覚えておいてください。 じゃあアンティークとかを買われている方は大きめ大きめを買ってしまえば大きめを買ってしまえば切るとか詰めるとか、はい、っていう作業の方が、はい、意外と簡単あそうなんですねで伸ばすっていうことになるとすごくたくさんほどくところができてきたりとか、はい、全部ほどかなきゃいけないとか、はい、いろんなことが起きますであとはもう一つは身幅幅ですね幅も大事なんでね 幅ねたまたまこれらはね一応お客様のことを知ってるから私がたまたまあなたですからね分かってるから幅はスルーしましたけどやはり幅も重要です皆さんやっぱりヒップサイズ適用に近いかどうかっていうのはやっぱり自分のサイズを知っておいて買った方がいいですよね古着ともじゃあどこで見るんだって言ったらまあ羽織って見るのが一番なんですけど。 羽織れなかったらせめて後ろ幅っていう後ろ幅はい、一番簡単に測れるところはつるしで例えば売ってるじゃないですかこうやって、はい、やっとつ、はい、るしで売ってるとこの袖のここですねはいこのここ着物畳に大体畳んでると思いますからはい着物畳に立ててるこの裾からちょっと上がったこの辺のお尻の部分の辺ではいこう測ってみようはいそうこれはね7寸8分でできています 7寸8分えセンチでいうと102030センチ約30センチ30センチでできているってことは,は <い S 2> 後ろは30センチある人っていうのは大体あの私から見るとヒップ9十まあ345ぐらい9 3四五。4 5まあぐらいがいいとこかなっていうまあその辺に来てますってことはおそらく今体型的にも90ぐらいだと思いますヒップが。<はい S 2> はい な、92キップなんて測ったことないですけどね。うん、でもまあ我々そこがプロに任せてもらうと、えー、あいけそうなだなこれはだから僕は言わなかったです、はいでも何も知らない方だとここは必ず測らさせてもらってじゃあも,もしですよ、はい、私がですね、えー、アンティークショップに行ったとした時に、はい、じゃあ自分にこれが合うであろうなっていう時にどこを見たらいいんですか やははりまず竹4尺だから <はい S 1> 分かりやすいですよね <はい S 1> え4尺 ×3.788 <はい S 1> なんですけども <はい S 1> えまあセンチでいうと約1489センチでしたかね1489センチはい見た目が150ぐらい欲しいよとあなたの場合は、はい。 で後ろ幅ねこのあのちょうどこういうふうに着物で畳み畳んでるこの辺を測ればいいですね真ん中のちょっと下ぐらいですかこの辺測ると今3 0まあこの前後1ンチ前後のブレならいいけど1ンチ前後結構シビアですねもうそのぐらいね僕は幅はうるさいですあなるほどこれ以上大きすぎても2ンチ大きすぎても全体的に見ると 4ンチから6ンチ大きくなってくるのでここだけしか見えないると今度着づらくなるってことなんですねそうだって皆さんねウエストサイズが自分のウエストサイズでズボン買われる時に4ンチ大きいの買いますか買わないでしょうねでしょ着物は融通が効くとはいえ一緒なんですよ僕からするとやっぱり巻きつけて着る性質上自分に合ったものに近いものを買った方がでその融通がプラマインセンチずつかなと思ってますここで見ると。 じゃあそこの着物畳で3 0ンチ前後3 0ンチぐらいっていう29でも切れると思いますプラス1ンチずつとこれが33とかいっちゃうと途端に太くなりますのでそれは気をつけて買うとじゃあ30の1 5 0ンチとあうそういうことですね手の長さは君の場合は7 6七十7 6ンチともうまずないですね <laughs> もう先に言いますとまあお客様とやってますけどこう,こういうふうになっちゃいますけどそういう落ちだね、えー、7 6ンチの雪の20年前の着物は、えーはい、ほぼ皆無ですそんなにないだって反物幅がそんなに広く作ってなかったんですもんあそうです、ね、星野純子さんのこの反物幅は多分もう初めから0五分ぐらいの幅があったと思います反物幅が反物幅がねでカツカツに一尺でできてるからはいはいはい ということは私アンティーク着れないというね。うん、今太鼓判を押されました私。あなたは着れません <laughs> ちょっとそれはそれでショックな、ね。でもそれは自分の着方によってアンティークをこうわざと短くして、えー、上手に着こなす方もいらっしゃるじゃないですか。基本的なこともないよそれはその着方を楽しめるような自分にすも何ていうのあればはい、えー、いいと思うんですけど、はい、本当の初心者の頃にこれびっくりこのこんな風に着てたら、はい、なんかやっぱり。 着慣れ感もないから周りから見ると非常にちょっとあれあれって感じですよねそうですね初めて洋服を買うで間違えて S サイズを買っちゃった感じに見えるからそうそう間違えちゃってるなとまあそれが着慣れてるとまた違うんでしょうねだってひなやさん水倉さんなんかはねわざとこうまくって短くしてこの着方もゆったりとなんかこう中に着ているものもちゃんとこうそれに合うようなそうですね <全>部ファッションになってますねそう着れれば短い着物をあの方だったら着こなせちゃうと思う誰ででもそううだと思うんですね,うですねこの,あの和服っていうのは着こなすっていうのがねとてもいいキーワードになってましてね色合いから、ねはい、着方までねちょっと着こなすっていうのはちょっとなかなか難しい,い、はい、というのをよくこの頃最近痛感するんですけど、はい、あ、今いろいろね、えー、こう書いていらっしゃいます。 えー、そうですね洋子さんですね「私もアンティークは着れませんと」と半,半袖になります、ね、おそらく洋子さんも手が長い方だと一緒ですね、はい、よかったですであとねでもねその僕が思うに、はい、あのディレクターさんこれ今の方が洋服でかなり慣れてしまっていて、はいえー、かなり長い雪を欲するっていうことはあります 私が修業時代に入った20年前ぐらいの時はそんなにゆきのことを細かくねお客さん言う人いなかっただから男でもこのぐらいで着ててももうそれでしか作れない物理的にできないのであ文句の言いようがないですね言いようがないし周りも着物はそんなに長く着てないからみんなが着てるからじゃあくるぶしが出ててもう僕の今日の普段着見てと出てますよね。 私三センチぐらい出てますこれぐらいが別に変ではないですよね逆にこれがね警戒感があって涼しかったはいかもしれませんそれぐらいまでならいいですねねだからこのぐらいまでならいいんじゃないのっていうのもありますからそんなに雪が短すぎてもえむね今千ン君がね打ってらっしゃいます雪の長いの好きな人多いですかこれは今の時代を映す鏡なので 私としては毎日着る人にとっては長すぎると思うんですけど、はい、でファッションとすれば長くても欲しいなという人が多いから昔の短物を今のディレクターが着ると大変ななこととになりますすすよよ短いでで、はい、そうですねあの夏物とかね夏場に着るんでしたらやまあ短くてもええのかなってちょっと思ったりするんですけどでもそれには限界があってさすがに <laughs> これじゃあね。 そうですねここ,ここまでかなまあここまでぐらいですかね、うん、ここまでかなここが7 8すね。センチぐらいまでですかね、はいえー、それから、えー、彦丸さんがね、はい、おだからアンティークの浴衣は裾屋が短いやつが多いのかなそうです今の説明の通りだと僕は思いますあ昔の浴衣は外に短く作ってたと、はい、いうことですよねということで、えー、これメイン議題の 見方終わりました。じゃまあそれもよろしくお願いいたします。で、それに応じてですね、やっぱ多い相談がこれがですね。ああ、非公費ですね。絶対出てくるなと思ったんですけど、やはり持っていらっしゃいましたね。来ましです。非公費でございます。これ非公費というんですけど、これ何も知らないあの方が何ですかこれって持っていらっしゃるんです。非公。これ広いんですよね、幅もね。広いですね。幅があって長さは。 えー、かなり長いですよこれ4メー,ターぐらいありますはいはい、はい、これ半分に折ってあるんですよこれこれではいで先っぽが大体こうやってね絞り柄になってるんです、えー、これね実は帯なんですねでもねこれあのし、ー、てる人がね、はい、僕見てるんで、はい、あへこ帯なんやって思ったんですけど、はいはい、知らなかったら ななんででろう思思いますよやっぱりわれる僕ら見てらっしゃる方たちは当たり前じゃんと思うけどこれ何にうんや意外と家に持ってこられる時にこれなんすか風呂敷ですかとかそそうう違いますこれ帯なんですね帯なんですねこんな太い幅どうってするんですかとこれはくしゃくしゃっとして着るんですよい。ただ着にくい逆に広すぎてどうやってここくしゃくしゃするここにするんですけどまあ逆に今の人にとっては分かりにくいけども。 ででも縛っっったらかかここよよく縛ればかっこいいですよね,、はい、でこれね今になっては逆に流行ってきてる部分もあってへこ、えー、あそうなんですかちょっとこう老人っぽく着たいというかねカ<ー>ット、はい、スッと着たいとか、えー、そういう人にこれ受けてディレクターさんが持ってきたやつをちょっと見させていただくと、はい、これすごく分かりやすくてですね3本持ってきていらっしゃいましたけど、はい、今のポン。 これもやっぱり3人兄弟だからお母様がね3人分なんですかね3人分買われたと思いますでこれもやっぱり僕ねこのあつらいの時と一緒でこの3本非常に差がありますあそうなんですかはいこの2本は私が触ると証券絹です2本は証券絹はいこの1本だけはポリエステルですねどう見てもあそうなんですかかなりガサガサではい 的なね別に何も悪いわけじゃないですよ用途は同じ使えますけどもせっかくこの3本何を使いたいかってあなたがもし見てくれって言われたらこれは申し訳ないけどちょっと滑るかもしれない折り目線伸びるしこうやってやれば伸びますい。で締めた時の着心地感としてはまあこっちがいいよとそれ二つ証券なんですね切るんですねで こちらはもうね今の浴衣と一緒で多分真ん中のお兄さんがもうすぐにすぐにこれすぐにこれこれでいいみたいなでこう焦ってもしかしたら買われたと思いますでこちらはゆっくりじっくり買ったやつでこうじゃあこの買がいいんじゃないですかっていうのをうちがおすすめしたと思うんでこれは正直一番いいですはいこれもう違いますね これはもう絞りもしっかりと絞られているしこれはもう持っとかれてもいちょっと今回着てみたいなと思うぐらいですねただ残念ながらこの時期に持ってきてよかったなと思うんですけどちょっとカビが出てますねあそうなんですかカビが出始めてますやはりそれは取れるもんなんですかカビ取りっていうのはできますこうよく見るとここちょっとね上からいきましょうかね どうしてもこういう濃い色のやつはカビがねいいですか飛びやすいんでここあ白くいってますねこう白く、はい、ポ出てますよね出てますね直し屋さんこれがね直し屋さんでこう直してもらうと <laughs> <laughs>、えー、ここにもあ結構ありますねここにもああそうなんですねこれは色意外とね飛んでるんですねじゃあ引いてもらいますかあここひどいですね、はい、ひどいところ見つけますあちょっと待ってくださいねこれ ここひどくないですかそうですすかそうねやはりちょっとカビが始めまし出始めました。これまだ出始めだからまだいいものを意外とうちに持ってきてくださるお客様は非常にこれはカビが全面に生えちゃう人はそうですねちょっとそこまでカビが生えちゃうとお金がかかりますカビ取りに。ですからこのぐらいはやっぱりカビ取りをちょっとした方がこの先が安全です。 あの安全ですねなるほどでこれはこれはお金をかけても、えー、カビ取りぐらいだったら数千円あ,あそうなんですかえ、ね、多分23,000円のことだと思います今までの経験だとはいはい3 0 0 0円じゃ買えませんからこれはい23,000円で取るなら取っといてもいいんじゃないかなと思いますはいはい、はい、それはぜひ取っいてください、はい、これはカビ取りおすすめします、はい、でもこれは さっきなんで私はこれはやめた方がいいってこれは23銭で買えますから23で買えはい反対に買えちゃう買えますから新品買えちゃうこれはわざわざカビ取り出す必要はないですよねなるほどでもう一つ気をつけてもらいたいのがちょっとこれディレクターさんにちょっと了解を得ますけどこれはちょっと古いものなので必ず皆さん古いものを買った時とかは閉めて中に入ってしまうところでいいんで ちょっっと待てくださいねいいですよいいですかこうやってね見てますよねこれ大体こう向こうが透けちゃうぐらい薄いすぎますけどね薄いですねこれねこういうものはねちょっと試させてもらっていいですかディレクターさんはいどうぞそれ何を試すかというとちょっと糸のしょうが抜けてるかどうかちょっと待ってくださいねこれはいこれディレクターさんちょっと引っ張らしてもらっていいですかねはいどうぞこれはきても出ないところですからはい 大丈夫そうです。こうぐっと引っ張ってみて、はい、簡単にビート破れるものが多いんです。20年ぐらいから前になってくると。はあはあ、堅牢ロってやつですか？えー、糸のね、張が抜けるって我々言いますけども、はいはいはい。えー、意味わかりますか？糸の張が抜ける。ええー、糸の元々持っている力というか、はいはい、強さが、はい、こう長い間の湿気を吸って入ってとか繰り返して、はいええー、劣化してくる。はい。そうするとね。 簡単にけちゃうものがあるんですビあっていう要は強度が弱ってきてるから帯ならまだねーター破れてもまあいいかなと思うけど皆さんにここで気をつけてもらうのは古いもので着物なんかは簡単に引けちゃうものがありますからそうなんですね縫い糸も重要で縫い糸も弱ってると例えばですね気に入った柄をこう着付ける時は何ともないんですけど 電車にこう入ってバンと座ったとそしたらビリ,ッとビリッという異音がしてですねお尻があらまあみたいな感じで <laughs> ちょっと寂しいですね。とい <laughs> うちのお客様で、えー、3人ほど今までの経験であ<ー>、えー、そのまま帰ってきたと、はい、おっしゃる方もいらっしゃいます。はいあ ですからこれはまあたまたま試験では力は大丈夫ですだからこのまま使うしかないのででもせっかくこの2本があれば最後はですねでこれはまあお金としても価値はないということですねじゃあこれはやめましょうはいやめましょうでこの2本はカビ取りでもして使いましょうでまずはねこれやりましょうこっちは自分が本当に来たくなったら。 やろうかなって感じですかねこれ以上進行させないためにはえあれですよ乾燥剤を切らさずに乾燥剤を切らさずに入れてくださいそうですねそちらの方よろしくお願いいたしますはいじゃあ帯これは格帯ですね格帯もなんともうやっぱりね天下の松本さんなんですか天下お母様がちゃんとね並行帯と並行と格帯を ちゃんと三人ずつこれ。揃えてあったんですね。たぶん上がらないですね。えー、ね本当にね。まあこの三つも、えーえー、見させていただいて。はい、まあ、本当ディシブランドが出始めだな。これは多分、山本関西、と、多分囲みだと思います。えー、リバーシブルでね。はい、これ。違いのやっぱり関西って書いてありますね。関西入ってありますね、これ。値段まで入ってますよ、ね。<laughs> 関西って書いてありますね。非常に、これうちの札ですね。<laughs> ええー。 わあ思い出すわす、ね、え関西の帯です関西のまだこれ秘めたことがない、はい、札が付いたままになっていますでこちらがこれいいなと思ってこれキングですねあ,あそうなん、ね、これそう博多ですね、えー、博多の音が出てきまして、はい、まあもう今ならあなたはすべてわかると思います。はい この3本のうち、どれを取りますか、えー、これでしょう。う <laughs> <ん> <laughs> これでしょうこれ。う <laughs> これです。<laughs> もう出てきた瞬間、これって <laughs>。ていうか、今、ディレクターさんね、うちのテレビ小入ってから、はが締たしか閉めたことないです。がたしか閉めたことないです。あの、おそらくですね、ディレクターさんはこちら、これ、ポリの2本。2> まあええー、これ、ポリですね。初めてのポリになります。これ、一回閉めていただきたいですね、<laughs> 私にとっては。私にとっては。いや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 。 いやいや、あのね、うんここ、これまずいよ、まずいよって言ってね、食べる人いないでしょ <laughs>、はい、いや、これも立派な格好美で。わ <laughs>、これで十分君は。サルモン芝居なんかそんな聞きませんよ、もう。 いや関西いやいや大体あなたがね言うことは大体着物に関しては間違いないことが多いねあなた私に初めて履がしたセッタねはいはいはい滑るぞって言いながら私に剥がして本当に滑りましたからねこの方部品マニアなんで中田止めねあね証券のしかもねトップクラスの帯しが締めたことがないんですこの人。 でまあこれ話を戻ってじゃあこの3本の中でやっぱりこれが僕締めやすいと思いますそれがいいかなただすごく定番的な色とまあ一番もオーソドックス何にでも合わせたいっていうお母様の思いで多分これを選ばれたこれはだから流行りさりないから気楽に合う着物に締めておいてそうですねこれもやっぱり長い間置いてあったから怖いのはカビですね あーなるほどこれもカビるんですねでこうやってね開いてみてください<部>カビっちゅうのはやっぱりビやすいやカビが出るっていうのもありますかます、ね、はいやっぱりその状況にもよりますけど、はい、こういう濃い色のものとかはよく呼びやすいあと自然繊維のものは、はい、ポリエの方がカビは呼びにくいですあ当然湿気すいませんから、ね、はいはいはい、はい、でこれやっぱり、えー、カビがちょっと出始めました あそうなんですねじゃあそれもカビ抜きしなきゃですかねこれはまだこのぐらいなら囲みあったらポン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 ってこうはたいておけばええかなはたいていて先ほど言ったみたいに湿気を呼ばないように乾燥剤を入れてしまっておいてください乾燥剤を入れてしまうということですねはいわかりましたじゃあこれもこれをいってこちらはまあ予備というか予備とまあ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 いやいや締めいますよいや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 らしい人ですね あなたって人は <laughs> さあなかなかやっぱ時間かかっちゃいますけど、えーえー、今ねメインの浴衣は、はい、これで大体整理できましたそうですね、まあ、まず私の目標としましては私がいただいたというね、はい、兄弟のあちょうど神崎さんがはい浴衣と <laughs> もうすぐ出てきます <laughs> 締めようかな <laughs> <laughs> 関西閉めてみようかな。あんまり言うとね、こうやってね、皆さんから怒られますからね。そうですね。やっぱ知ってた方がいいですね。さあ、じゃあこれでとりあえず自分の今目的は達成した。目的は達成されました。さあでもここからはね。はい。うちのカノ。あここにもあもうまだありますね。はい。そっちの方そしたら浴衣じゃないのが出てきたんです。ええ、そうですね。私の浴衣がとか言うてたらですね、その横にですね、なんか男男んっぽい何かが出てきたんです。はい。 これはなんじゃろうねと、はい、思ってもうちの缶もちょっとよくわかんないよと記事がね何だったとか <laughs>、はい、これは何の目的で作ったのかっていうのもね、はい、わかんないんでということでまあついでに持ってきたものなんですけどもはい、はい、じゃあこの1枚見ました、ねはい、何でしょうそれ,はれウールですねウール、はい、ウールの着物ですねこれは着物です着着物物、はい、ウールの着物、はい なんかそのパッと見た感じその襟口袖口ですか袖です、ね、があのなんか短いです、ね、短くて、ほら、はい。あなたのやってるのとよく似てるんですねこれしかももっと短いですねはい。ウールの普段着ですね。ウールの普段着ということはい、じいちゃんですかねすこれは一代前ですねおじいさんが、えー、毎日のように着物を着てた方だと思うので、はい、昔ね 全然記憶ないですけどね記憶ないと思いますけどそれはもうだって一代前だからそうですねお父さんのお父さんのお父さんの若い頃で作られていた着物だと思いますで実際丈が非常に短いもう私がこれ見た瞬間おいおじいさんこんな小さかったかなっていうぐらい短いもうなんて言うんですかこれ長嶋より短いですね うわ三尺二寸五分しかない尺尺寸寸分分っていうとですね今あなた4尺って言いましたよね <laughs> ええ言いましたね四分の三ちょっとしかないってことですよね三 <laughs> 分の2しかない <laughs>、えー、そういうことですねで僕でもだから切れないんですよね <laughs> 短すぎて三尺二寸五分これどうにか使えないんですかこれをウールですけど、はい、まあ一重で作ってあります、はい、一重っていうのは裏なしで作ってあります、はい これね、でもつましたもねもう全然短いので1尺6寸五分しかない、えー、の半木にするとかね羽織にするとか、うん、そういう何か方法はないんでしょうかねまあ今言った半木でしょうね、うん、半着、はい半木にしてはい、はい、でも襟丈も短そうだなこのこっからの。 これがあなたのこの腰のところにこのこ,こがこ,う来たここにかからない場合が背が高すぎてあなたが帯が抜けちゃうこここれね最近とはいえ来てるからこれが抜けちゃうと重要ですねそれは襟が抜けちゃいますからこの襟下の長さも皆さんね大事なんですねここね襟ここからここまではい。 これ重要です実は,は <い S 2> ここが帯がここになっちゃうとはいはいはい直しようがないですね直しようがない <うん S 1> これは開けてきちゃうもん <はい S 1> これもう直すとこれちょっとね半着としてもどうかなとまあ野馬釜の下だったらちょっとこれ一回要相談ですね要相談要相談でも半着ぐらいしかなんないまあい,、まあ、いっぺん着てみてっていう感じですかねただもう雪がもううが あ手の長さがもうが勇気が全く持ってですもんねあらららもうこれ私が着てももうちっちゃいぐらいですね<ー>ここまで身長差があられる方は直せないですね、はい、もうこれ出ないもんでさす,さすがに難しいこれは残念ながらあなたが直して着るよりは、はい、下のお兄さんが一番下の真ん中の、はい、一番背の低いお兄さんが もしももしも、私おりさせてます切,る <laughs> 切ることがあるのならばあるのならばまあチーター直してきたらみたいなぐらいのでもそのぐらいのちょっとそれぐらい差もう差がサイズ差があるよと、はい、で、あとウールなので、はい、まあ正直その残しておく価値というところでいうと、えー、そこまではないと思いますかともう完全にこれを全部バラしてもう一回作り直すっていうのも お金を払って、ちょっと追加して。なんかも違うもの。だって、あなたね、知ってるじゃないですか。うちの木綿の着物の田村、五千八百円で売って。る全然上げております。五千八百円で。買えるんです。これをもし。洗い張りな、なんぞして、部分解してですよ。やったりしたら。ほどいて洗いすると、やっぱ五、六千掛かり。ます一緒ですね。一緒になっちゃいますね。五、六千かかるんだったら。ね。まあ。 そっちの新しいの買った方がいいかなと。そうですね。足らないです。はい。いくら生地がいいなと思っても。もう。なんかでもピカピカしてますね。うん。これ昔のウール、意外とこういうちょっと。ええ、証券っぽく見える。感じで。まあ。でもウールなんですね。はい。ウールですね。完全なるウールですね。はい。じゃあ、これはオッケー。はい。じゃあ、まあ、それは残念。要素だ。残念。残念。で、こちらの。コーンの色。紺。これもウールですね。 今のそれなんか薄いんですね。これもこれは薄くないですよ。薄くないですか？これは全然薄くない。さっきの方が薄かったですか？さっきのサマウールかな。ちょっと待って。どっちか<あ>。かこれねサマーウールですね。ごめんなさい。すごい透けてますね。これ夏物ですごめんなさい。今、えー、今薄いですね、えー。スケスケですね。これでサマウール。サマウル。ウル夏物のウール。はいはいはい、ああ。これじゃあ提案的に言うと。はい。 サマウール今なかなかねあるんですけど、はいえー、夏物があなたちょっと羽織が欲しい,欲し,いそう欲しかったんですこれね羽織にはなりません雪が出ませんから、はい、これねジンバオ織みたいな袖なし羽織あ<ー>かっこいいですよ袖なし羽織でサマウル、あのール藤井さんがたまに来て、ね、あ藤井さんがあれはもっといいものですけども、えーえー、<laughs> 藤井さんがサマあの 夏物の社のジンバオリみたいなの来てるじゃないですか来てますねあれですあれならなんとかなるそうですかあじゃあまたそれ要相談ですね要相談これはそっちに行けるかもしれませんいいですねうん。ただお金がやっぱかかるんでえそれちぎっておしまいとかじゃないんですかダメですちゃんと解かないとダメですそれはあそうですか襟も取らないとダメじゃそれを踏まえた上で加工賃を上げてもらって でそれでもやる価値があるよそうですそうです。これが例えば一万円二千円とかかけても直したい、はい、だったら相談になります。わかりました。じゃまたそれを教えてください。はい。でこちらはウールです。それ同じ形ですかね。はい。全く同じです。やっぱおじいちゃんなでしょうね。はい。全く同じです。これだから同様に、はいえー、これは要相談になっちゃいますね。 これは冬物ですから。わかりました。それもまたジンバウリ的な冬物。冬物ですね。冬物のジンバウリにする人はなかなかそうですね。意味がないですね。今ね、裏ラマルさんが150センチぐらいの男の子にあげる、もうその通りですね。あいいですね。はい。もうそんな感じかもしれません。はいはこれから着物仲間を増やすと。はいはちょっとかなり背の小さい男の人がいたら、はい。これどうと。はい。まあ取っとこうと。わかりました。 ただウールを取っていくと時に、はい、これやっぱりさすが、えー、一応薬局屋さんなので実家が、えーはい、薬局屋のむそこだなと思うのは、はい、完璧に防虫効果がある、はい、防虫剤は最高に入ってたと思います虫食いが一切ないこれ奇跡だね <laughs> 奇跡奇跡ウールで水食いがこんだけない着物はなかなか見たことないあそううでですかこうやってな、ね、今まで全然 来たこともなないいのにう人がそですね間違私のおじいちゃんが亡くなったのがですね高校生の頃なんででもその頃には来てなかったので下手すると30年ぐらい寝てたとかね30年以上寝てたかもしれない寝てたと思うんですけどで虫食いがないからこれはそういう部分で言うと虫食いがないからこれからも虫食いをさせないように保存すればまだ布としての価値はありますじゃ着ることはできるよと。 ですからこれは防虫剤を欠か,かさずにほ、はいえー、他の着物と一緒にしまわないこれは,はい、はい、プールは、はい、必ず密封できる容器に乾燥剤を入れて保,れてうう保管をするとじゃあ着れるんだったらね、はい、あの身長のね合う人があればそ,うですその人をあげ,れあげて着てもらった方がいいですね、はい、でこの機会に、あのー、私が言ったことを、はい、メモかなんかに書いておいてすで、はい、に。 人を忘れる生き物ですすね身長150センチぐらいの男の子にあげるかもみいことを書いて暗号みたいなねそれねこれでもう一度うちに来て5年後に来た時に私はあなたにま友達ですから「バカ野郎」とこれなんだけどよどうしたらええかやこれ放送でやったじゃないかという話言いそうですでこれは終わりました じゃサマーウールの方だけはね、シンバウールにしようかという話でね、いきましょう。これ困っちゃう。じゃあ次ですかね。はい困っちゃう。困っちゃう。出だしでいきなり困っちゃうと困っちゃうんです。素晴らしいですね。先にいっきます。はい。こんなのよく持ってるわ。なんですか。反転ですね。反転。綿入れ番転。これ綿が入ってるんです。綿入れ番転。しかしこの綿入れ番転は非常に高級な綿入れ番転です。 これはね別注で作った和田エレバンテンですねオーダーメイドハ店ですえ、でも私からしてみるとその単物から作ったらもう別注じゃないですかそんなようなものじゃないんですかこれはそうですこれは別注で作ったハ店です単物から作る。た単物から作ったハ店テンですハンテンをわざわざ絹ですね紬の絹の生地で綿を入れてハンテンにしてありますね もう僕が見るとはいこれ,はこれはちょっとあのこれあのちょっとあれなんですけども高級なの分かったんですが <はい S 1> これはこれ以外に使いようがないんですかねも,もうこれで使ってほしいぐらいですねもう<あ>下手なことせずに下手なことせず綿が入ってしまっていますから はいはいほどくと綿がぶわっと出てくるしはいはい綿の要はこれまたいい綿を使ってます <はあ S 2> え中の綿入れがはいはいあなたが見るとなんか毛羽立ってるよって言われるけど毛羽立ってますねこれついてついてしょうがないててこ,れこれは綿が中から出てるんですこれはねいいちゃんとした本,も本綿を使うとこう出てくるんですねはいはいこの綿が。 いい綿を使ってる証拠なんです実は今のポリエステルの綿とか大体今ね今の綿はみんな洗えるって書いてある判定はうですからね洗えない洗っちゃダメ判定なんてあそうなんですか今のやつはんか洗えるって書いてあるなん中ポリエステルの綿だから本当はもうだから肉厚なんですね今のやつはすごく暖かくしてこれ薄いんですね薄いんだけどこれは暖かいんだなあそうなんですか 紬に、ええ<ー>、真綿てます。綿が入ってます。紬に、紬に、真綿の,真綿のもう意味がわからないですね。うん、これはもう贅沢ですね。<laughs> <ー>だから、軽くて。はい,はいはい。反転て。いしかっ軽いですね。で、だから、僕のね、反転ってイメージは、<ー>もっとこう肉厚のね、ぼこぼこのボコボコの感じで。で、まあ、大きく切るという感じ、ね。これ、あなたこれですけど。 すごいよこれいやそんなすごいと言われても反転来たことないせいかこそ反転はね30何年してきたんですよこのこの裏地もですねこれ光ってるのわかりますこの裏地はね男物のね例えば大島紡ぎとか本当の紡ぎに使用するぐらい綿のの裏なんですけど最高級の綿の裏を使ってますねだから滑りいいでしょ これ滑り、柔らかいでしょ、肌が柔らかいですね。これ裏だけで八千円ぐらいしますからね。そうなんですね。だからこれ裏地だけで多分ね、あの普通のハン変えましたね。裏地だけでハン変えちゃう。でこれちゃんと下でも大馬鹿。でもこれ地元の手縫いで縫ってありますから。はいあの当然手縫いで縫ってありますから。はい。これは下でも高いはずです。ああ、で、まあハンの特徴としてこの襟だけは汚れてもいいので。はい。 黒いのがこうついてますね。はい。これ今でもこの襟は売ってますから。はい。これを変えていけば。長い間切れます。これは高いですよ。いや、これを。どうにか使えないかと。反転として使ってください。いや、いや、いや。はい。これどうにかしたい。でも、どうにかしてできるかなと。はい、はい、はい、はい。反転として使ってください。もったいなさすぎる。 これを今から解いて何かにするっていうまあ羽織にはなるがあの羽織にできるんですよ多分この時代のやつだからね袖幅が出ないんですあなたの場合は圧倒的に袖幅がねもう足らないので、ええ、あダメダメダメさっき言った陣羽織とかねする必要がないじゃないこんだけいいものの反転反転切ればいいじゃない別に。<laughs> すません、んさちょっと言葉がもうちょっとお客さんだと思ってしゃべってこれは半年来ていただくことの方をどうにかならんのかとおっしゃるとほどいてできるって言ってたじゃないですかあなた。することは可能ですがすごく大変な作業になるのでできればお金をかけずにこんだけ素晴らしいこれ本当もう今 今作れる人も少ないので、反転を。こんなにしっかりとした真綿の入った反点を作る人いないので、えー、これは非常に価値があるあそうですか、はい、あなたがそこまで興奮するっていうのも珍しい光景ですけどもね、えー、そうこれ下手すると10万円ぐらい出してると思います <laughs> あそうですかはい <laughs> そのものがいいって思い始めましたねこれねめちゃめちゃいいですよ 放送ではこれ見えあの光っちゃってわかんないと思うんですけどこれ非常にね軽くて柔らかくてもうこんなコンパクトになるんですよ。反転のくせに反転6000人。はい,はいはい。もうこれねぜひとも旅行とかに。はい、旅行もうちょっと年取ってきて旅行とか冬のはい、はい、え旅館に持ってって旅館の反転なんか着ずに、はい、こんだけ自宅まとまるんですからはい、はい、これを着てくださいよ。 あ、そういう使い方もありなんですかねこれ最高ですよこれみんながね、はい、すごい反転と使うのに一票みんみんさんこれは素晴らしいです <laughs> そういう表の取り方取るこういうのがね出てくるのが面白いやっぱりね、はい、私たちもこんなの今作ろうと思う人いませんから あ,あ、そうなんですね。今久留米の反転って言ってもね、一、えー、万二千八百円とかで売ると高いとか言われちゃってね。反転。を。反転。これ、ね、高いでしょう。はいはい。ね、今反転、繁その辺で。九百八十円とか。売ってますね。ま,すまあ、まあ、要は寒いようね。ええー。もう千円や二千円で売ってるような時代ですからね。十万円ぐらいしますからね。 それはそのままでもそれだけ昔の人はお家に帰られて暖を取るときにリラックスをするときにやっぱりいいものを長く着たいっていう思いがあってこのぐらいの価値をつけておじいちゃんをまた大事にしたと思うんですよねはいはいおじいちゃんが築きいてきてくれたこの家だからおじいちゃん暖あったかく着てくださいよっていうそ、は、ういうものなんですね素晴らしい じゃまあ反転としてきた方がいいんでしょうかね。はい、長話をして説得しますこういう時は。あなるほど。はいこういうことを私に、ええ。わかりました。それは裏番に流れましょう。はい見せてやってます。ええ、さあ時間ごえ、ね。はい。さらにあそこになんかわけのわからない,、ねらいね、あこれもこれはねこれはもうこれもすごいですね。今日男モノで終わっちゃいましたね。<laughs> 来週は多分これもいける。来週こっち行きましょうか。行けるかね。ええ、<う>いいよ。 今週はこれで、ね、うん、男もがまだ、えー、もうこれではありますね。これ,それ最後だと思います。えー、はい。配信ですね。はい。えー、これ。これ何なんですかね、これ。これもね、はい、あの、私、着物業界人でも、さっき千く入ってたでしょはい。千くわかんないんじゃないかな。僕が最後ぐらいじゃないかな。着物業界で、この40歳ぐらいまでの、もうちょっと若いと知ってるかな。なんか、僕も、 見たことがないです。これ。三十この業界にいても三十五歳から四十は多分これ存在知らないと思う。そんなそんな一品なんですか。これね単繊っていう。単単繊。単繊。単繊。単繊って言って。単語の単あの単調の単に。はい。ね単語の単に前って書いて単繊。単繊。単繊。これも冬物ですね。これね。単繊っていうものなんですか。そうですね。これね実はウール なんですけど、はい、これ裏がね、起毛しているんですね。起毛というと、え、この形が丹前っていうものなですか。うん、このものが丹前。この生地を使った、この形が。そう、丹前。この生地が、その丹前の生地なんで。あ、そうなん、それは昔からあったもの、生地なんですかね、うん。そうですね。例えば。はい、洋服だとありえないな。あ、でもね、デニムと言えば、ジーパンの。 ジーパン、デニムとも言言いい、いまますすよね。ね。ジーパンの生地。はデニムをジーパンにするんじゃないですかはいはいはい単禅にすするんですよね。<laughs> 然にしかしないこの生地はもともとあっそ,それがために作られた生地そうそうそうでこれはやっぱりオーダーメイドで作ってその人に合わせるので刃、はい、物で売ってるんですけどこの生地がはい、はい、形的にさっきの,あ,のあれに似てますね ちょっと長いですけど、これ着物にそっくりなんで、これよく間違えられて持ってくる人いるんですよ、着物だって。でもこれ違うんですね。これね、僕も最初着物だと思って、冬のね、上っ張りなんですね。上っ張り。はい、むちゃくちゃ寒い時の、はいはいはい、極寒の浴衣を着て、はい、ええ昔は浴衣を着て、はい、家帰ると浴衣を着て、はい、浴衣に着替えて。 部屋を歩くんですけど寒いと和風は冷房暖房あんましないからこれを着て歩き回るんです家の中はあ移動用移動用はいはいはいで寝るときはこれ脱いで寝床は暖まってますから浴衣のまま寝るとそのこの移動用暖暖取り用のやつですかねですからウールの着物と何が違うかって言われるとこれ裏裏なんですねこうこれそうなんですよこれ これね、不思議なんですけどねなんか着物なんですこれアップで見せましょうかこれ着物として持ってこられるしかいっぱいんですこれね表ねこれ表襟がついてます裏見るとふっかふかになってるんですこそうですね要はねあのね今の人から言うとフリースみたいになってるそうフリースなんですよ中がフリースででもこれ合わせじゃないんですよそうですこれ一重なんですこれ一重なんですよ一ーさん父がよくてました こすごいですね。単純すごいすごい。単純すごいですね。聞いたことあります。す反応してますね。これが単純です。はい、で、これは暖かいんですよ。だから圧倒的にフリース着てると一緒ですから。ああ、なるほど。一枚で、ただ暑いですよね。重い重いです。むちゃくちゃ重たいです。はい。そうですよね。<laughs> これ多分ウール着物の1.5倍まではいかないけど、まあ1.5倍ぐらい,い,いから。はい、持ってくださいこれ。はい。 1>, 1キロ半ぐらいありますね,すね重いですね 2>, 2キロ弱ありますね、はい、でえー、普段着ですから至る所にやはり、はい、これねここやっぱりさっきのあれと一緒です斑点、えー、と一緒、ね、反転と同じ。ここシュスの襟がついてますはいはいはいシュスの黒い襟が、はい、全然別布でついてます、はい、これはやはり汚れてきたらここだけを変えると 洗う文化ではなかったもんですからあんまりしょっちゅう、はいはい、こういうものでも、えー、ドライクリーニングしか効きませんからね、はい、だからここの襟を変えるんですねああなるほどはいでもうこの紐ここにね紐がついてるしかもそうですね紐ついてますねこれね羽織った時にね、はい、こうやって羽織るじゃないですかはい運びしないんですもう紐締めてよしです寒いみたいまあまあもう上着合わせで 上着みたいなもんですこれを皆さん着物として着られちゃうと何を頑張っちゃったかなって僕ら思っちゃうんですね時代を移してるのでもう若い子がこれ着てると「おっと」と「おっと」と「と」みたいな頑張っっちゃたとでもこれはジェネレーションギャップでその世代の人から見るといいじゃん別にと思うけど知ってる人がいるとどうしてもね「これ君間違えてるよ」と「寝巻きをこんな外に来ちゃダメよ」みたいな。 あもう寝巻き感覚なんですね。これ内着ですからね部屋着ですからね神指さんがですね最近ホームセンターで着る毛布っていうのがありますかそんな感じああそうかもしれませんねちょっとこう毛布が毛布に近い毛布を着るようにしちゃったみたいなね重たいですもんねで,<ー>でもこれで分かるのははい三枝さんはいそんだけこの時代は寒かったんですよね多分暖房設備も今みたいに整ってないしもう僕らでも <coughs> 子供の頃雪降ったじゃないですかこの辺、はいはい、今ほとんど降らないですよねそうですねだから愛知県地方でも昔は寒かったとはいそのおじいちゃんたちの時代はね、ええええ、だからこういう冬の防寒着、うん、着るもので暖をとるとはい、ね、防寒着で暖をとると、はい、これがそれちゃんと残ってたってことですお宅にそうなんですねこれはちなみにウールボリューそうでリウール100%でしょうか、ね、ウールなんですね、はい、これはでもねレアですよあそうなんですか安全 三千なんて全く知りもしなかったですけどもね。私なぜか持ってます。すごいですね。はい。これでも仕立てはすごいね。はい。きっちりやってますね。はい、いい仕事してます。あ、そうですか。これすごいよ。ちゃんとここね、前立てとかね。これカバーしてある。はい。わかる。ここの。一重の縫い返しのところをもう一枚の布で。あわし。歩いた時にここね。え、はい、ほぞ、ほぞけないように。はい。これすごいですよ。はい、ここ、ここ裾回りしと。 裾周りも全部 <はい S 2> これ分かる全部人一回こうかぶせて被したこれはアップで見せましょうか <はい S 1> こういうことしてるんで、やっぱり昔うちだと思いますけどこれ作ってまったのもやっぱりねうちも3代続いてあなたのとこも3代続く多分うちで作ったんでしょうねこれうちのおじいさんかおばあさんがいう状態でなってますねもうちょい下ですここ一重の裏なんですけどこれこう返しのところが普通はここ縫いっぱなしになるんですけど これちゃんと黒い布で布地でわざわざこれずーっとこの襟の下からえ下からずーっと周りまで、はい、はいはい、はい、これ裾この角ですね裾ですね角、はい、全部カーブしてあるやん全部当て布してあります<ー>要は毎日着てても、はいえー、擦り切れないようにあそうなんですねでこれ綾地って言ってね、はい、これ綾織の生地で強い生地でこれ止めてありますはいこれはやっぱりすごいですね 長う着たいとしたってことですね。はい。まあこれほとんど傷に終わっちゃったと思うんですけど。そうですね。見た感じそんな感じですね。これが丹前。あったと丹前と。雪国の温泉旅館では今も今ありますよと。ああやっぱり岩井さんがね。丹前。あったかいんですね。はい。たまにうちでもね。はい。あの実は注文が入ります。丹前の。丹前の。はい。どういう方かというとお寺の。はい。ええ。 和尚さんって言ってもおじいさんお寺の和尚さんのおじいちゃんお尚さんだったら当然引退されたおじいちゃんたちが、それでも朝のお勤めとか一応しっかり自分なりにね庭の掃除とかそういう方がね注文しにたまに見えますそうなんですねもう今やは着物生活をされている方ですねそうですそうですその方がちょっと単然くれんとまあ三河弁で 一枚作っといていれんと,<ー>とだから逆に言うとこんなね生地とかもう見ずに色とかもう一枚作っといておくれんとみんなこんなような生地でそんなに派手なものもないし大体、はい、いい今度島とかこんなんばっかりですけどこういうものなんですけど<ー>、はい、これはファッション性というよりはを取るうとい実用性ですから、ね、まあディレクターさんも。 ええも好きであれば、はい、ええぜひともう,うちでうちで単前を前とこの反転をて反転をええー、僕らを、ね、<laughs> 友達を出迎えてくださいおそらくなんやねんと皆さんに言われるとは思うんですけどあ、ね、切れて反転までかな反転は切てても多分いいよね、えー、これはちょっとさすがにねそうですね邪魔くさいですこれすっごい下手が上手ですこれすごい上手これ。えー これ、完全すごい上手これ仕立て。本当にこれ袖口も全部全部ですね全部当て布してありますね全部がカバーがしてありますこれが下手をやらせるとこれ高いぞそれほどこう、うん、まあ普段着という感覚が強いものなんですね、はい、そうですこれもやっぱりあなたのお,お,お,お母さんが上手にしまってあったから虫も食わずに、はい、ああ、ね、虫食いないですか <laughs> はい あの上手にとってありましたねと。はい。まあ本当にこれが後ね、200年後ぐらいになると、この時代に着ていた着物と言って紹介されるか紹介されるかもしれません。あそうですか。はい。じゃあの庶民の服としてね。ええ。立派な服じゃない庶民が着てただろうと。200年ぐらいしまっといてください。わかりました。真空パックしておきます。200年後まではお金にも何もなりませんと書いて。 「<laughs> 200年間開けるべからずとかと」と、えー、書いておきますね。と、はいうことでですね時間になっちゃいましたね<実は> <laughs> あなたあなたは私に何て言いましたか昨日の夜電話でねお母さんの方もいいんじゃないかなはいはいはいそうですねそれでですね私初めてです、はい、うちのおかんにですね、はい、ちょっともう金曜な浴衣巻、はい、物とかなんかないかと初めて聞いてみました、はい、聞いてみましたはい 押したらです。まあ、私も仕事だったんで。今日中に出して。出しといてくれ。出しといてくれ。で、今日初めて見たんです。この番組の始まる前に。この辺はね。お母さんの着物ですね。はい。でも、やってみようかと。来るは来るはと。ちょっとね、おかんの着物時代っていうの、をちょっとね、紐解いてみたいですね。ちょっと、これ、来週にしましょう。たくさん持ってらっしゃるから。 ちょ,ちょっと触りだけこんなあったよっていう触りだけものとしてはねちょっと来週の来週の予告としましてはンスの「の中の女性編」女性編、はい、今回は男性編になっちゃいましたところが、えー、女性編なんですけどうちのおかんはですねもう70歳です、はい、あもう70歳になられますか、ね、はい、はい、70の頃の、はい、タンスの中にある着物をちょっとお借りしてきましたはいお借りしてきましたこれは上っ張りですね こんな、出たね。これ、これなんか、でも、これなんか、柄ついてますね。これ、あの、一重の、わっぱりです。ちょっと、これは型滑りです。はい。わっぱりですね。わっぱり。これはね、多分ね、ポリエステルです。ポリエステル。出始めの頃の。はい、はい、はい。本当に。わっぱり。なんか、でも、柄が、今、今風ですね。でも、こう、袖、見てください。みんな、こういう、そう、で、一回短いですね。こう、こう。短くて、カーブが、かき、短くて。あ、僕がこれ、着てる。 と一緒ですよ、はいはい、普段はこうじゃないとね生活できなかったと思いますはい、はい、これの名残がちょっと残ってます、はい、っていうのをねここからもうあと15年ぐらいするとこういう袖がなくなりましたからねあそうなか四角い袖になってよそ行きが多くなりましたからまあそれよそ行き、まあ、しか売らなくなったってことですね今,ね今ね<ー>こ,これがあるんですね、はい、でそれからまあこれもまたこれは逆にこれ去年売ったことがある逆に新品にまあ昔からあったんですねえ去年売ったこことがあるこはいこの記事 もうこの基準。ここの記事の会社が。なくなっちゃいました、えー。なくなっちゃった、はい。この、これ全く同、ね、じ、えー、この。アギナバラみたいなね。えー、昔の大島の柄なんですけど、ウールですよ。はい。それを模して。はい。え模した柄なんですけど、これかすりウールですね。はい、ここれは出てきましたね。これも普段着ですよ。えー、これ、かすりウール。かすりのウール。ウール。 普段着ですね。やっぱり普段着が多いんですかねそうですねこれなんかもうこれそうですねこれもウールですねかすすりのの糸で使った先染めのウール柄ですね。今でいうねあらゆる着物の,あの花柄とかたくさんあった若いからちょっと大柄でこれウールですねかすりのウールですねまあまあそういうことがちょっとまあ何点か、はい、あとはまあ要素気もありますこの夏物とかね この夏物車の夏物。それちょっと僕欲しいぐらいなんです、ね。これ素敵です。これで、ね、みんな今のアンティーク好きの方がこぞって欲しいと言ってる、はい、裏表が逆になってるお召しみたいになってます、ね。お飯折りになって裏が赤で。ああすごいですね。<お前 S 2> しかもこれ薄いですよね。はい。つけてますよね。つけこれは車ですね。車の着物もあるし、ろ、はい、の着物も実は持ってらっしゃいました。はい、えー、これはですね中間の TPO に。 使うものも含めて、来週は面白くなりそうですね。普段着から予想着まで、そのお母様の時代の着物が残っております。じゃそれをどう生かすのかと。それをどう生かすのか。ちょっとこれはちょっと聞いてみたいですね。ちょっと今日ねやっぱりぶっつけ本番であなたと喋っちゃったから、男の子だけで一時間半かかっちゃいましたけども、いつもはもうちょっとこんなやり取りないですから、あのお客様だったらもっとあの。 そうですね素早く手早くね。素早く手早く言っていますけど <laughs>、えー、あなたが根盛り張り聞くもんですからいいいやや来週は数が多いので、はいはい、もう少しあなたが今度自分の思い入れが入らない分、えー、スマートにまあまあそうでしょうね。女物だからね今回は。はい、で、えー、でもね、えー、あ来週はね、はい、今回は男物は逆に言うと、えー、ディレクターさんが着物、えー、に興味が出始めたから余計知りたいと。 えそうですね。いうことがあるので、はい、ちょっとこれはどうやってこれをね、はい、着ないっていうもう着ないって言ってるんですもったいないじゃないかとそうですじゃあそれは俺にも活用できないかとかそれ以外に他にどういう活用ができるんじゃないかっていう、はい、あの提案だったりなんかを聞かせてもらえる<う>ということですね。でね。とにかく皆さんに <laughs> 今日ちょっとねお話ししておきたいのは最近こういろんなね はいえー、まあ某大手の、まあ、着物屋さんたちがはい、はい、こぞってタンスの中身チェックさせてくださいみたいなはい、はい、あるんですがあそうなんですか私今一人のタンスのちょっとした男もんだけどやっぱり1時間ぐらい喋ったじゃないですか。はい このぐらいやっぱりしっかりとこうう説明させてもらのがん筋なですよいるものいらないもの例えば思い入れのあるものお金がかかるもの見積もりをしなきゃいけない経験の上で言わなきゃいけないって絶対にこのぐらい時間かけてやるべきだしお客さんにも納得させるべきなのを最近意外とお値段で半額ですお直し代半額ですってやって。 帯はどうですかとか <laughs> それに合わせた帯よ,とよくうち聞かれるんですやっぱり <laughs> そういうことないですかお宅はとか <laughs> ね <っ S 2> なるほどねお宅はそういう売り方をするんですねそうそうそう <えー S 1> いくらですかとか聞かれて <えー S 1> 僕は正直に見ないと分かりませんしか言えないんですよまあそううでしょうねこれ今現物見ながら手縫いですね <はい S 1> 例えばえミシンですねとかはい いいろろ言ってたでしょ<え>そういうことがちゃんと分かる人間じゃないと値段ななんて出せるわけがないです、はい、そうですね。イコール半額ととかかおかしななことは言えないんで,すよ、はい、でも先ほど言いましたよね、はい、あのこれミシン縫いだと、はい、これ縫うと取るだけでもあなたの家では3時間かかるんだと、はいはい、それも関係なしにいきなりね、はい、半額ですって言われたらねちょ,っとちょっと不安になりますよねそうで。これもちょっとどっかで聞いた話なんですけど。はい そういういい業者さんんが泣いてるんですよ半額にするから「はい、君やれなさい半額で」はいはい「君も半額ね」とか「はいはい、ええー、みたいなどんどん半額になってい,いてない半額の半額になってなっでもそういう人たちは逆にそれなりの仕事しかできなくなるってことなんですよはいっていうことはどうなっちゃうか分かんないですこういうものははいそれのクレームが結構出てるらしいのでええー、下手なとこを持ってってね半額だからといって頼まれるとはい、はい このドライクリーニングとかを強引にしちゃって、はい、取れちゃったとかそういうのはちゃんと見積もりを取ってやるべきだし、えーはい、いい着物思い出ある着物こそ、はい、信用できるお店で、はい、やはり 見積もりをっってやってやほしいですねそれだけはちょっと皆さんにね、はい、こんなこと自分業界人のことを言うのはおかしいですけども、えー、やっぱりねそれはね正直なところなんです年代によって記事の質もあるし、はい、え見立てをいるので、はい、できれば皆さんあのホイホイと言って安いからとか、はい、そういうふうに動かずに、はい、え思い入れのあるものであれば直しましょう。 そうですね、思い入れのないものだったら新しく買った方がいいと思いますよってはっきり言える人に頼んだ方が、はい、そうが、ねはい、この帯をじゃあこれに合ったらこれ大丈夫ですよこれ着物これいけますよこれに合う帯を持ってきました、ね。って言って帯が20万したりとかねまあそれはいろいろあるけど、えーまあ、それは裏番あたり、ね、裏番でいきましょうそういうこと含めて来週また女性編を、はい。はい ますどう生かす女性編がを生かすこれはね私も楽しみですねお直しのしがいがあるものもありますからねとりあえずね今回のあなたの持ってきたもののこの斑点が非常に光るものがあったということでちょっと待ってそれをちょっと裏番で話そうこの判定がすごくいいちょっと裏番で話そうはいはということで来週は女性の「女性 ンスの生着,着物をどう生かすのか松本家編でございます、えー、松本家編でい、えー、きたいと思いますので、はいえー、それではね番外編この後やりますんで、はいえー、また楽しみにしていてください、はいえー、それではまた来週、うんはい、いやとりあえず生かされてよかったね